ボードアン5世は、フランドル博。経験博あるいは、リールのボードアンと呼ばれる。ボードアン4世の息子。高祖父アルヌルフ1世の母親は、イングランドのウェセックス王、アルフレッド大王とエアルフスイスの王女エッセルフレダ、であり、イングランド王家と、遠赤関係にあった。1028年に、フランス王ロベール2世の王女アデルと結婚した。彼女の先導によってボードアンは、 父ボードアン4世に反抗するが、結局不死は、講和を結び、ボードアン4世は最後まで白衣を保った。そして1035年のボードアン4世の死去を受けて、白衣を継いだ。ボードアン5世は、1046年から1056年に、渡るシモロートリンゲン公ゴットフリート3世の神聖ローマ皇帝、ハインリヒ3世との、戦いを支援した。最初は、バランシエンヌで、 エノーハクエルマンに敗れたものの、1049年にエルマンが死去するとその未亡人、リシルドと息子ボードゥアン6世を結婚させ、エノーを事実上フランドルの支配下に収めた。この婚姻は、ハインリヒ3世の没後、その後ハインリヒ4世の摂生となっていたアニエスからの承認を得た。1060年から1067年まで、ボードゥアン5世は義理の老いである。 フランス王フィリップ一世の貢献人も務めた。1067年に死去し、長男のボードアン六世が白衣を継いだ。妻アレルとの間に以下の子女を設けた。ありがとうございます。